加護寺の渋しがや、2019年12月23日撮影。加護寺の渋しがやは、三重県伊賀市西山にある国の天然記念物に指定された渋しがやである。蚊帳の変種である渋しがやの種子は、通常の蚊帳の種子と異なり、廃乳全体を囲むように付いている渋皮が、全く存在しない、もしくはあっても取れやすいといった特徴があり、種子の殻を割れると、 中から、渋皮のない白い廃乳が直接露出しているため、昔から、蜂の子ガヤ、白米、ガヤなどと呼ばれ珍重されてきた。国の天然記念物に指定された渋梨し賀は、古紙により指定解除されたものも含めて、日本全国に3件しか存在せず、加護寺の渋梨し賀はそのうちの一つである。1932年7月25日に、国の天然記念物に指定された。 1997年に三重県が選定した三重の樹木百選の一つにも選ばれている。加護寺の渋梨が八つしか護寺の渋梨がやの市加護寺の渋梨がや。2019年12月23日撮影。加護寺の渋梨がやのある西山地区は三重県北西部の伊賀盆地北西、滋賀県高架市との境界にある乙木峠の南東六に位置しており、 渋市ヶ谷のある浄土州加護寺は、家屋と畑地が混在する、標高約220から230メートルの傾斜地に所在している。国の天然記念物に指定された渋市ヶ谷は、加護寺本堂に隣接した境内の東北隅に生育しており、地表からの高さ50センチメートルでの範囲は370センチメートル、地表高90センチメートル付近より3本の幹に、 分岐している。枝針は、東山約15メートル、南北約18メートル、樹高約20メートルの高木であり、樹勢は旺盛で毎年、夏の終わり頃に多くの実をつける。樹齢は不明であるものの、本樹は口述する江戸期の資料中にも記載が見られる、ことから、古くから知られた古木である。生育する伊賀地方から、 西隣の奈良県北東部の山辺郡一帯には、カヤの古木が多く見られるが、これは、カヤの種子の排入に多く含まれる油脂から絞り取った、植物油が最上級の食用油であったことから、この地方に多数植樹されたことによるものであるという。これらの中でも加護寺の渋梨し蚊は、渋川のない珍しいものとして、古くより知られており、江戸時代中期の法暦年間に、 東道藩上野城上代、東道玄介によって編纂された、知史、三国知史の中では、と記されており、また、著名な本蔵学者である、小野蘭山による、本蔵もおめけ毛の開江版の巻37、第6枚の裏には、このように記載されており、当時より、渋川のない珍しい茅屋が、伊賀地方にあることが知られていたことがわかる。 国の天然記念物に指定された蚊帳は、居住や編集を含め、日本全国に十五件あるが、そのうちの特徴的な珍しい種子を持つ個体について、林野町書館の国立研究開発法人森林研究、整備機構の関西育種場では、加護寺の渋なし蚊帳を含む左薪蚊帳小粒蚊帳など、次に挙げる、国の天然記念物に指定された上記五件の蚊帳を保存詩として、 クローン収集し、保存、定食している。AB 加護寺の渋谷市ヶ谷文化庁、ウェブサイト、2020年4月16日へ閲覧。南川、P407。文化庁文化財保護部監修、P96。AB 本田、P54。三重県三重の樹木百選加護寺の渋谷市ヶ谷三重県。 農林水産部緑共生推進課緑推進班2020年4月16日、閲覧。ABCDE 南川 P410。ABC 国指定文化財一覧いがし、ホームページ指定、登録文化財のご紹介2020年4月15日、閲覧。三重県教育委員会文化財、情報データベース加護時の渋梨がや三重県、教育委員会事務局社会教育。 文化財保護課2020年4月16日閲覧。広野、ピアニッシニ2から 3?AB30 県会公連名公式サイト加護時の渋名市ヶ谷公益社団法人三重県観光連名2020年4月16日閲覧。ありがとうございます。